馬娘を3人選んでください。さあ行くわよ。6番人気、1番大気シャトル。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。次へとつなぐ大事な一戦、ウマ娘たちが全身全霊をかけて臨みます。さあ一番人気の紹介です。グランプリウマ娘マヤのトップガン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ここまで無敗2大マイル戦覇者ヤマニンゼファー。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者大気シャトル、1枠1番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはヤマニンゼファー、大気シャトル、西のフラワー。期待通りの結果を出せるか。1番人気マヤのトップガン先頭をかけます。大気シャトル2番手の位置で先頭を伺うのはヤマニンゼファー。1馬身差、西のフラワー外を回ります。カレンちゃん1馬身離れてバンブーメモリー、それを見るように6番キングヘイロー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。大気シャトルここで抜け出した。互いに足を止めている展開、これは直線勝負になるか。マヤのトップガン外で足を止めています。残り400、最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは大気シャトル。先頭は2人の一騎打ち。先頭大気シャトル、しかしその差はわずか。残り200、追いすがる西のフラワー。熾烈なデッドヒート、大気シャトル足色は衰えない。見事大きな一勝を手にしました。2着は西のフラワー、3着は6番キングヘイロー。わお、グレイト、ファンタスティック、スマイル満開です。7番人気、2番大気シャープ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。美しい青空スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー、花を奪っていったのは西のフラワー。2番手の位置で先頭を伺うのはヤマニンゼファー。3番手9番オグリキャップ、内から内から2番大気シャトル、外からチーキングザパール、その内並んで3番オグリキャップ、そして1番大気シャトル。
まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。先頭は見合ったまま。果たして抜け出すのは誰だ。もっと自由に、もっと高く、もっと速く、そして私は風になる。2番大気車道、前を狙っているぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。抵抗まで400。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは西のフラワー。ここで先頭に立った山人ゼファー。見事大きな一勝を手にしました。2着には山人ゼファー、3着は3番オグリキャップ。わお、グレイト、ファンタスティック、スマイル満開です。5番大気シャトル、6番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。美しい青空が、さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。苦しい戦いを強いられている7番山人ゼファー。ここからどう出る。さあ花に立ったのはアストンマーチャン。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番山人ゼファー。待機シャトル、落ち着かない様子。スタミナを切らさないか心配です。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きましょう。風となりて、まだ一橋の上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはアストンマーチャン。4番山人ゼファー、かわして先頭に立った。一気に上がってくる。ベストショットは逃しません。200を通過。4番山人ゼファー、苦しいけど粘っている。大気シャトル、ここで抜け出した。大気シャトル差し切ってゴール。勝ったのは大気シャトル。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着は4番山人ゼファー。5番大気シャトル、4番人気です。まずまずの仕上がりですね。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。
晴れ渡る空の今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはエルコントルパサー、待機シャトル、スーパークリーク、期待通りの結果を出せるか。1番人気スーパークリーク、花を奪っていったのはエルコントルパサー。2番手の位置で先頭を伺うのはオグリキャップ、9番チーキングザファール、3番手、4番手に待機シャトル、一馬身離れてヤマニンゼファー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ一馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。スーパークリーク、外で足を溜めています。400を切りました。最後のコーナー、先陣を切ったのはエルコンドルパーサー。3番チーキングザファール、すごい足だ。眠れる真珠が目を覚ます。この私が世界中に見せてあげる。ポッチボン先頭、3番シーキングザパール、しかしその差はわずか。ここで並んだ並んだ。3番シーキングザパール、今1着でゴールイン。勝ったのは3番シーキングザパール。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着は待機シャトル。おお、もう少しでしたね。皆さん、風を吹かせましょう。実力は引けを取りません。2番人気は7番、待機シャトル。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。美しい青スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは待機シャトル、桜爆心、西のフラワー、苦しい戦いを強いられている山人ゼファー。ここからどう出る。さあ、激しい先行争いで前に出たのはシーキングザパール。2番手の位置で先頭を伺うのは待機シャトル、ひしあけぼの、並んできた山人ゼファー。4番手、外から行く西のフラワー。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ一橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。はい、シャトル前を狙っているぞ。エルコンドル最後のコーナー、先陣を切ったのはシーキングザパール。はい、シャトル運んでくる。逃げ出したのはシーキングザパール。ベストショットは逃しません。待機シャトル、完全に抜け出した。待機シャトル、足は衰えない。お見事、待機シャトル、着差以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのは待機シャトル。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着はチーキングザパール、3着はキングヘイロー。